まず得点を上げて落ち着きたいところです。小野寺アウトサイドから岸本のシュート決まりました。スリーポイント、このポイントガード注目の岸本。そうですか、どうになりましたか。さあ今度は岸本のシュート、スリーポイント決めました。岸本はこのスリーがありますからね。さあクーリーから岸本スリー狙った、決まりました。この当たりはさすがです。ミークスが手を出しましたが、ミークス2つ目のファウルということで、もう一度ボールポゼッションは岸本決めた、スリーポイント、これは大きなスリーポイントが決まりました。ブルックスの今度は並里が行く、岸本スリーがショットクロックギリギリ、ここでスリーポイントを決めてまいりました。そうですね、そうですね、琉球としては時間を使って、はい、時間を使いたい琉球、両者の対決ということになりました。今度は岸本決めています。岸本の確率がすごいですね、このスリーポイント。そうですね、ブルックスに渡りました。ブルックスにはミークスがついています。一旦フェイクを入れてどうするか、ダブルチームでいった、橋本の方も加わっていく。今度は岸本のシュート決まった。昨日からこれ勢い止まりませんね。さあとにかくヘッドコーチが求めることを40分間継続することはなかなか簡単ではないんだけれども、まあ、最後までね合ってこないんですが、とダブルチームストリプルチームでいく、3人に囲まれたところ、うわここはブルックス粘っていきました。ボールを出した岸本スリー、これが入れば、また流れが変わるところ、さすがここは逃しませんね。このゴールが外れてリバウンドはクーリーから並里、そして岸本スリー、左からのコーナースリーが決まりました。琉球はそこを狙ってくると思いますし、北海道はそこをやっぱりノーマークにしてはいけないですね。完全に左からのコーナーノーマークになりましたね。